ニ度のつぶやきがクソ臭いんだけど、俺。ちょ、みんなリツイートしないでもらっていいマジで見たくないんだよ、二宮の。つぶやきを、なんかあの、かまのつぶやきも、むちゃくちゃつぶやき多すぎて。ねえ、いい年したおっさんがツイッター初心者ぶってさ、毎日、えへーみたいなさ、ねえ、感じでつぶやいてるけどさ、なんか、お前らいいねとかリツイートするからさ、俺のタイムラインに来るんよ。そう。ちょっと、やめて、マジで。流さないで、俺にまで。 まあ、フォロー外すよ、うん、もう、ええー、って別に、ニノのおはようは、もう、最初はいいけど、最初はさ、初心者可愛いなと思うよ。そう、あジャニーズの嵐のニノがやってんだ、みたいな。ああと思ってさ、珍しいな、真、まあ、新しいな、と思って見るけどさ、もう、毎日毎日やられてるってほしいからね。ニノブロック。しかもなんか結構、フォロワー中じゃん。何人来ました、何人来ました、みたいな。フォロワー中なんだよね、結構ね。で、誰々にフォルセレターれた、みたいな。 フォロワー中なんすよ、ニノ。うーん。ねえ。いや、そりゃお前やったら行くわ、正しいやん。もうええって、みたいな、そんな、なんな、100万行ったとか、こんなん、みたいな。富樫超えてから言えやと思ってさ。うん。ねえ、いいじゃん。よくないよ。だってさ、可愛くないよ。俺より年上やぞ。なあ。待て、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 待て。なあ、可愛いとお前。いくらニノだとは言え、年齢考えろって。なあ、ニノやぞ。 10代、20代の子がそうやってつぶれてだったら可愛いや、わかるよ。俺より年上やぞすよ、ニノは。40ぐらいじゃないのうん、四、は、十、あ、確か40ぐらいだよね。だから、直樹兄さんと同じぐらいじゃない直樹兄さんとか TJ とかと同じぐらいだよ、だから、ニノは。いや、年上だよ、ニノ。じゃ年齢調べてみようか。39歳じゃん、ほら、もう40やん。今年40やん、ほら。40じゃん、合ってるじゃん。あれと思ったよ。40じゃん。俺今年だって38や俺も2個上やで、ね。そう。 いや、変わるよ、二個は。だって、向こうも四十よ。四十よ。俺まだ三八やん、今年。向こう四十よ。ね二個しか違うわ、二個しか違うわ。じゃあ、お前ら女だって年齢言えよ、じゃあ、その二個がすげえ重たくて、年齢言えなくなってってんじゃねえか、お前、ババアはよ。二個しか違わんと思うんだとじゃあなんで女は年齢聞かれてごまかすんだよ、お前。じゃあ、だったらはっきり年齢言えよ。自分ら年齢も言わんくせにの二個しかとか言ってんじゃねえおかしいだろうが、や。 なあ、二十五を超えた女はお前年齢隠すようになるやんけ。年齢隠してる奴に二個しかとか言われる筋じゃねえわ、俺。なあ、おかしいやろ。だってあっき年齢言えよお前。女もう何歳になったってや。なあ、ごまかすくせにや、お前。おかしいやろ。な何が二個しかだよ、お前。かしとお前。二個も変わるんじゃ。なあ。だけど、ブヒール当たり前だよ、お前。なあ。 なんか特にしかもさ、まあ、ババアほどさ、え、ちょっと年齢はみたいな。いや、もういいよ、お前。顔からしてお前ババアバレてんだから、あっきり年齢言えやっていう。顔でバレるわ。いや、顔でわかるじゃん、なんとなく。何十代かわかるじゃん、さすがになな。どれぐらいやろうなってのはわかるよ。しかもさ、なんかさ、若く言えば言うほどさ、うわーとか言うんでしょ、どうせ。例えば、35歳の女性がいるとして、え、おいくつですかねえ 28で使ったらまた、とかって、もうそういうのいいから、とか言ってくるんだよね。じゃ逆に、あの、35の人に、38で使ったら失礼よね、とか言うて、なんて言えばいいんだよ。ピタリ賞以外、認めないのか。お前、グルナイのゴチか。な、ピタリ賞以外、言えないの、こっちは。ぴったり言わないとダメなのぴったりと言ったら言ったら、ちょっとブーとかやるでしょ何当てちゃってんのみたいな。な、もうちょっと若く言ってくれてもいいんだけど、みたいな顔するんでしょ。マジでめんどくさいから、あのクイズ。女性の年齢当てクイズ。何にも言えないよ。 何にも言えない。一個下ぐらいが多分ベストぐらい。35だったら34ですかみたいな。ええー、みたいな感じになると思う。でもそんなの分からんやん、そんな。うん。くすーだんよね、あれね。そう。あの、男でも女でも言えるのが、年齢聞いたら、年生に見え目すか分かんねえから聞いてんだろ、バカか。な、さっさと答えろよ。めんどくせえな。引っ張れば引っ張るほど、お前年言いづらいんやぞって話やん。いくつに見え目すかじゃ見えねえから聞いてんの見えてんだったら何歳ですよねって言ってるわ、こっちは。 わかんねえから聞いてんの、こっちは。年生に見見つけ、みたいな。急にクイズ始まっちゃうんだよね。そう。答えるの一人しかいないのね。ねピンコーンとか言って。32ですかみたいな。ね。でも、のりちゃん32。あ、それはよく言われる。それは言われます。でも、あの、ものすごい若く見られるんですよ。やっぱ、肌がやっぱデブだからさ、なんかストレスもあんまりないし、肌年齢からするとすごい若いんですよ。 だから、あのー、初めての人とか知らない人と喋った時に、その、年齢がね、あの、37です、38ですって、ええー、って言われるけど、ええー、って言われるたびに、シャフなんやなって自分で思っちゃうんですよ。男は若く見られても嬉しくないんですよ。あ、そんだけ、そんだけさ、揉まれてないってことじゃないですか。年相応じゃないってことはさ、揉まれてないってことじゃないですか。よりニート色が強いということじゃないですか。苦労してないわけじゃない。だって俺さ、あのー、 二十歳過ぎた時とかあの母親に言われたもん手見られて日本一働いてない手って言われたんだよ俺親に親にだよそうあと手見してみーって言われてホワイて言ったら日本一働いてない手だねって言ってうっすって言われたもんこう手をこうやって持たれてうっすって言われたのえそんなにみたいなお母さんの手見せてみーって言ったらバリーボンズみたいな手言っちゃうのうちの母親もう,もうブックブクにブックブクに手もうこんな分厚くて あのー、スーパーの上にあるちっちゃいゲースのじゃんけんぽんまかーっていうのグーパー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 ってるなんかおもちゃあるやんかゲームあるやんかあのパーぐらい太いんですよ。そう。バリーボースみたいな手さ。いや本当にもうよ、あ、やっぱ働いてる人の手ってこんな太いんやらでかいんやなっていう。そう。昔の人はそうだよねっていう。だから若く見られることがほとんどだけどあんま嬉しくないね。あとなんかネタで言ってんだろうなと思うけど放送しててさ、のりちゃん可愛いねもう嬉しくないんだよね。 かわいいとか男言われても嬉しくないよねみんな嬉しいやろうどもかわいいって言われて嬉しい嬉しくないよねかわいいなんかねいやかっこいいは嬉しいよそりゃかっこいいは嬉しいもう俺だからもう全然分かんないのが「胸キュン胸キュン」とか言われてなんかあの囲まれてるじゃん野田とかもう全く分かんないもん遠くから石投げてるもん俺こうやってバチ,バチンバチンバチンって「胸キュンかわいい」じゃああいつ息かけよじゃ 2秒で死ぬぞお前胸キュウかわいい胸キュウかわいいとお前ゼロ距離でお前あいつの息かけよなお前、まあ、口全開に吐いてよお前クジラより口汚えぞ多分ねえお前息かけよだったら <laughs> ゼロ距離でお前うん私はいつまでもやりますよよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえお疲れ様でしたセンキューよし